吉田恒成の弟、ガチのマジで吉田恒成。そっくりやな、マウスピースと言い似てるな、躍動感ある感じがいいね、兄と同じ高校行ってってなんかいいね、意思を引き継いでる感じ好き、球の軌道いい感じやんか、思った5倍吉田やったわ、甲子園で見てみたいわ、吠える感じといいやばいな、兄弟ってこうも似るもんなんかな、弟もプロに注目されてるんかな、なお今2年生の模様、甲子園出たら絶対全国で話題になるだろうけど、あんま意識せずに成長していってほしいわ。吉田のあの甲子園はすごかったからな。ザ主人公感あってあんな面白い甲子園久しぶりだったもん。サムライポーズしてくれよ。1年で140超えてたらしいからかなりいいぞ。普通に兄より上になる可能性あると思う。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。